ジョージ・ベンジャミン・ラクスは、アメリカ合衆国の画家である、ロバート・ヘンライラと美術家、グループ、ザ・エイトを作って活動した。都会的な武象画家のグループ、アシュカン派の画家の一人である、ペンシルベニア州のウィリアムズ・ポートで生まれた。両親はチェコからの移民で、父親は、医師で、母親は、アマチュア画家、音楽家であった。1880年代に、兄と芸人として、 フィラデルフィアで巡業をする生活をした後、画家になる決心をして、ペンシルベニア美術アカデミーでしばらく学んだ。その後、ヨーロッパに渡り、パリやロンドンなど、各地の美術学校や美術館で学び、デュッセルドルフ美術アカデミーでも学んで、1893年にフィラデルフィアに戻った。フィラデルフィアの新聞、フィラデルフィアプレスのイラストレーターとして働いた。この頃、 ジョン・フレンチ・スローンやロバート・ヘンライ、ウィリアム・グラッケンズ、エヴァレット・シンラーと知り合い友人になった。1896年にニューヨークに移り、新聞、ニューヨーク・ワールドで仕事をするようになった。スローン、ヘンライ、グラッケンズ、エヴァレット・シンもニューヨークへ移ってきて、彼ら5人に、モーリス・プレンダーガスと、アーネスト・ローソン、アーサー・ボーエン・デイビスが加わって、1908年に、 ザエイトが作られ、グループ展を開いた。印象派のスタイルで都会の風景や人物を描いた。ヘンライと同じように、アートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークでも教えた。ザエイトのメンバーや、ヘンライやラクスの教えた学生を中心に、アメリカにおける、苦笑派の画家のグループ、アシュカン派は形成された。ラクスには角の飲酒癖があり、酒場で飲酒した翌朝、 戸外で死体になっていたのを警官によって発見されたとされる。ありがとうございます。